レッドフォレスト、マザーズじゃない、錠剤の神殿にて、新サバイバーで悪魔の戦法を使っていこうかと思います。今回ですね、ハッチの場所を指定するオファリングで、小屋に必ずハッチが、小屋があった場合ハッチがそこに巻くっていうオファリングを焚いております。でキラーにもそれはバレてるんですが、小屋でフランクリン対策で、この持ち込んだ鍵を小屋近くに置いておいて、ハッチが出現したらその鍵を拾ってピュッて出るという、極悪戦法が極悪なんじゃないかという、噂が少し立っておりますが、多分極悪なんで、極悪になります。でパークの方はまず、この発電機の位置が分かるやつね、投資家か、これ便利よな。やっぱこれ発電機確認系パークだとこれが一番いい気がする。発電機が直ってからクールタイム少しあるけど、別に今見ときゃいいって話やからな。あ、次あっちの発電機直しに行こうかなって考えといて、で直った後20秒ぐらいとかね、見えなくなるけど、別にもう先に3段つけときゃいい話なんで、全然余裕よね。いいパークやわ。で苦肉の策もつけてるんですけど、これねめっちゃ強いよね、やっぱり。っていうかちょっと強すぎるんじゃないかなとは思ってるんですよね。1人怪我につき 14% 回復とか救助行動が上がるんですけど、他人を回復するときまず1人は絶対に確実に怪我してるし、もう1人ぐらい怪我してることって多いんで、2人怪我してるだけで 28% なんですよね、苦肉の策で。植物学の知識が 33% なんで、レベル3で、ね、ほぼ変わんないじゃんみたいな。 5% ぐらいの違ったらそんな変わらんでしょみたいな。ああドラゴンだ。自分は叫ぶねんけどキラーには聞こえてないみたいな、ね、そういうバグっぽいよ。で救助行動も早くなるでしょ、ね、まあ回復するか。苦肉の策強いよこれマジで。植物学の知識は常に 33% ではあるんやけど、それより有用なんじゃないかな。救助行動も回復するしね。なんでね、んで3人とか4人怪我する、結構ピンチの状況でさらに能力を発揮するっていうのもいいし、で俺はあそこやな、小屋の小屋、まさに小屋の近くに釣られてるから、あそこに鍵置きついでに助けよう。じゃあ助けるついでに鍵置こう。やばい、脳みそまで極悪になりつつある。まあでもさっき置くか。そうそう、でここら辺にハッチが絶対湧くはずやから、ここら辺に鍵置いとくわけよね。じゃあもうこれね、とりあえず、半分切るまでキャンプやな、これは。すまん、ちょっとこれは救えないかもしれない。え？もう、すぐに諦める。まあ、PTB な。もう切断も諦めも多いからな。いいじゃん、半分切ったって。放置してたんかなっていう場合もあんのよな。もう一回釣られたら放置してる人っておるっぽいんよな。いやー、まあこれで発電機、あこれはちょっと、あっ出るか。なんだよ、試そうと思ったのに。もういや、でもこれえぐいな。ハッチの場所分かってるからすぐ出れるっちゃ出れるし、これ締められてもなんか近くに隠れといて鍵拾って出れるし、やっぱ戦法としてはえぐいと思うな。これレリー記念研究所治療シアター、おっと。今度はね、必ず固有建築にハッチが湧くっていうオファリング焚いてきたんですけど、ここは固有の場所ってないよな。置いとくか、なんかわかんないけど。ここが固有建築と見立てます。ここの固有建築はこのど真ん中、
なんかよくわかんないホールみたいなとこ、うん、ここということにしましょう。ハッチ、ハッチ出てないか、ハッチ、ハッチこの辺じゃないか。この辺にハッチ開いてんの見たことないよな、そういえば。違うな、うん、あれ、ちょっとなんか変わってんねんけど、ちょっとそもそも鍵じゃなくなってんねんけど。ああ、もうオファリングもなくなったし、俺の鍵もなくなった。もうできへんテストが。まあというわけで、なんかちょっといろいろうまくはいかなかったんですけど、でもこれね、うん、ハッチの場所指定して、その場所近くに鍵置いといてっていう戦法、どう考えてもキラー側としては対策ないんで、閉めてるハッチに対してね、うん、えぐいと思う、うん、ちょっとこれはねやめてほしいな、このハッチ指定オファリングは。スプリングッドバーダム幼稚園3にて、フェリックスさんでやっていきます。さあ、新サバイバーで普通に逃げていこうかなと思います。うん、で、あと手札公開をつけているのは、手札公開違うわ、最後の切り札か。なんかこれつけてやるアーカイブ PTB の方でもやって、ちょっとでもポイント稼ごうかなみたいな。で、新パークを3つつけてきているという感じですね。やっぱ新パーク全部サバイバーの方も結構有用よね、やっぱり、うん、前回の動画で、お話はしましたけれども、うん、まあ、投資家は発電機確認パークとしては優秀やし、苦肉の策はね、めっちゃ強いし、めっちゃ強いし、ザクッとしてるけど、やっぱ強いのよ、これ、うん。ピンチの時にね、全員怪我してると 50% 回復と救助行動アップ。救助行動アップがさ、地味に強いのよな、うん。キャンプされてる味方に対して、ビュッて引っこ抜けるとね、キャッチのタイミングを誤らせることができるから、うん、なかなかね、強いんだよな。で、新設設計、もう、何っけ、新設、なんとか設計、もう、うん、ね、やっぱ2回回復できる救急箱に対して3回回復できるようになるって、ストレートに強いよ。あんま直線に逃げん方がいいんかな、まあ、とりあえず普通にイタグルできるよね。はいはい、うん、倒していい？いいっす。んで、割る。あー、どこ行こうかな。キュッ、あっ、殴られるね。これはうまい。よし、なんか間に板が、破壊可能壁が挟まって若干弱くなった感じのする小屋ですが、言うてこの小屋はまだまだ強いよな。あー、これは、はい、ちょっと曲がれ。お、うまい、マジ今の角度いけんねや。へえ、やっぱ PTB も数字立つとキラー側も慣れてくるな。へえ、今の角度いけんのか。ほん、なんか操舵性すげえ悪いからさ、あの細い道から出てきた時にキュッて曲がってやったら、もう届かないでしょって思ってたんやけど、さすがにちょっと舐めすぎたようです、ブライト君。うん、なるほどね。キラーガンも慣れてきてるな、これ。いいね。まあ、こういう動きをね、ちょっとずつ見て、学んで、あ、意外といけるんじゃね、ブライト君みたいな。感じていくのもいいよな。さて、どうしようかな。回復してもらおうか。うん。で、これで、多分みんな苦肉の策つけてんじゃないかな。これつけてる？なんかちょっと回復早いような気もするよね。新パークつけてきてるんじゃないか。回復してもらい、この時点でもう植物学の知識と同等の 28% 回復力アップしてたからね。はいはいはい、離れてるね。あ、ブライト君結構バベチリとかつけてたら、そこにいいか、はい、か、グニクの策、まあ、ちょっとレベル1なんでね、 20% しか回復力上がってないけど、レベル3だと 28% やもんな、強いよな。うん、やっぱいいわ、グニクの策。んで、はい、修理していこう。この新しい修理モーションなんかちょっと聞こえにくくなったという声が
ありがとう。何してんだ、何してんだ、これ来るでしょ、この何してんだちょっともう全員や、どうせ真っ向勝負でしょ、そんな自分の位置を知らせてまで真っ向勝負決めようとするなよもう上いるじゃん、これ呼ばないでくださいよ、先輩。諦めていく怖いあかん、上がられへん。はいはいはい、大丈夫、処理する、なぜ、わかったわかったいやーいいね、やっぱり気持ちいいな、このスルスル回復進んでいくの。レベル1で 20% アップだけでも全然違うもんな、これいいなー。はい、ワンだけがし戻ってきた、ジェーンが、うー、やめて、倒していい、はいOK んーで、このここの固有もね、ちょっと弱なったんよな。なんかドアが塞がれて永久に回れるみたいなことはなくなってしまったので、一旦ここでやろう。おお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 おー、うまい。あ、意外と今いけそうやったな。なるほどな。あ、これ殴られるわ。前か、いけんで、とりあえずこっち側行って、おお、来るね来るね。ちょっと角度つけて曲がっといたらまあ大丈夫かな。はい、これよしで割る、割るね。はいはいはい、板は割と素直に割った。うっし、危ねえこれで攻撃決められないでいたよな、倒しちゃおう。うん、オッケー、ここは素直に割らんと、あ、逆側から割る気かな。オッケー、まあ、これはあるやろ。オッケーオッケー、寝かせ、オッケーオッケー。今ので攻撃触れないんでやっぱ厳しいよな。でも攻撃触れちゃうとだいぶきついやろうしね。うん、さあこの板使うか。あ、来ない、オッケーオッケーオッケー。やっぱなんとなく厳しそうな感じもするな。やっぱ板ぐるんところで能力使うとやっぱ厳しいよな、ブライト君。なんであそこはもう普通の徒歩力でなんとか頑張るしかないよなっていう感じがする。来てる、ジェーンよジェーンよ、頑張ってくれ。あ、これで苦肉の策が 30% アップ、レベ3だと 42% アップか、でかいな。うん、そうやんな、3人怪我で 42% アップの、全員怪我だと 56% アップか。やっぱちょっと強い気がするな。あ、 2% 減らしていいんじゃないかな。あ、8、10、12でいい気がするな。あ、オッケーオッケー、救助行こう救助行こう。あ、救助行った、はい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 。ちょっと発電機直しちゃおうかね。うん、オッケーオッケー、直そう直そう。あ、じゃあ発電機回そうぜ、そろそろ回しまおうぜ。でここ直して、さっき途中まで直したところベンってやったらなんだかんだで終わるもんな。やっぱキラキツそうやな、結構面白い面もあるとは言いつつも、こういうね、こういう建築とかさ、あの道が複雑なとこ逃げられたら結構どうしようもないような気がする。来てる、上から上、これサバイバーの足とか、なになになに、仲良くしてくれんの、どうもありがとうさん。この人もつけてんかな、苦肉の策ね。なんか今のはちょっと回復早なってるのよくわからんかったけどな。まあ怪我してんの俺だけだったしね。うん、こっちでもやっとくか一応ね。なんかあの辺、あっちの方結構回ってたから、ブライト君も警戒するやろうし、まあ、ここ回しといたら安泰でしょ。あ、乗った、はいや
あ、起き上がった。あれ、アドレナリンかな。あ、倒れた。じゃあ、ちょっと助けに行くよ。待っててくれ。でも、ノーアンもなかったし、これは助けられるでしょう。ドア開けに行こう。開けてる。開いた。助け助け、誰か助けてる。いやーでも結構厳しそうやな。まあキラーガンはまだブライト君の操作に慣れてない分もあるんかもしれんけど、結構ジェーンは遊び気味だったよなーっていう動きをしてたような気もするけど、それでもあ、うまい、あ、うまい、結構うまいやつでやってると思うねんけどな、ブライト側も。それでも倒すね。はい、はい、で、家使って返して、あ、うまいなー。一回やってくるわ。ちゃんと能力結構使いこなせてる感じするんやけど、でもそれでもやっぱりね、入り組んだとこ逃げられたらきついっていう、サバイバーも分かってるからか、なか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 厳しい状況や。あ、もうちょっと強化やっぱ必要やろな、サバイバー側で見てても思うな。明らかに苦手な場所が結構多いっていうイメージ。もうちょっと争奪戦上がらないと、なんか得意ポジはまあいけるかもしれんけどみたいな、得意なところと苦手なところの比率的に苦手なところがちょっと、ね、他のキラーに比べても多すぎる気がする。もうちょっとだけね、いろんな場所に対応できるような感じになってくれたらいいんやけど、調整難しそうやけどね。さて、俺は助かるんだかこれ。あ、助かる。はい、なんか今天秤っぽいエフェクト出たよね、引っこ抜いた瞬間。ブシャダシャ、これ来いわ。お、これ襲われない。フルコン絶対やるマンではなさそう。完全に怪我していく。これで、あ、でも出れそうかな。完全に怪我。はいはい、苦肉の策が爆速になるが出ていく。出ていったら多分苦肉の策の効果も落ちるよね、旦那と同じ感じで。よっしゃ、じゃ出ますか。いやーちょっと、いや、ブライト君厳しそうやったな。で、サバイバーの心拍も、キラーの心拍が強いっつって注目されてるけど、サバイバーの心拍も何気に強いぞ。苦肉の策めっちゃ強いし、投資家は普通に使えるし、親切設計もまあまあいいと思うしね。まあどっちも強いパークが来てるのは嬉しいことなんで、本日を楽しみっすね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。